やばく、あれ、まだできてなかった。え、できないんだけど。これがやりたかった。こんばんは。今日はいつもよりちょっと早めの時間です。てかもうやばくない？12月だよ。やばい、早すぎる1年。みやちラブありがとう。アイラブユーカ、あきんださん雪ありがとう。ね、もう早くない？12月だよ。やばくない？ちょっと待って、びっくりなんだけど、12月早い早い早い。あきんださんハートありがとう。テロップ12月やばいって確かに見えなくもない。ちょっと待って、それじゃコアラさんなんだっけ、雪ありがとう。それよりさ、もう12月の早さにびっくりしてるんだけど、12月にまた死んでも確かに。3期研究生のかすみんこと矢崎かすみです。よろしくお願いします。お話し会も待ってます。お話し会も待ってるよ。やばいんだけど、早すぎてさ、衝撃的。だってもうさ、だって1年が終わるってこと、やばくない？早すぎるんだけど。もう1年？え、ってことはさ、だって STU に入ってなんだっけ、もう7なんだっけ、もうさ、めっちゃ経ったってことよね。あ、そう、サッチが言ってたわ。え、うちらもう7ヶ月も一緒にいるんだ、やばくない？ってサッチが言ってた、そういえば。忘れてた。もうすぐ僕対リアル福岡クリコ、そうそうだよ。リアル福岡はサンタさんやるから待ってるよ。え、すごい、スノードーム。今日のニャッチサイドボンジ、あ、見た、ちょっと見ただけだけど、え、やばい、メリークリスマスだって。ちょっとこのさ、この画面に出てくるやつがもう結構感動なんだけど、クリスマスを感じすぎて感動。やばい、しっかり二人、そう、今日はしっかり二人ですね。かすみん、去年の今頃かすみんはオーディションに、確かに自分、しかもさ、あれだったんよね、オーディションに申し込んだのがもうほんまに最終日ぐらいで、あ、そう考えると1年って早いね。STU はデートの公式 YouTube で2人と初任だけ食べてた、なんかそう、上がってたね、そうだった。確かにもう残り1ヶ月になっているってことは、俺も私明けすぐ変更、え、そう、あと今年も残り1ヶ月ってやばいよね。だってもうクリスマスが来たらさ、すぐ大晦日で、で、そしたらもうすぐ元旦もう年明けで、やばいね、2024年になっちゃう、やばい、どんどん年取っちゃうわ。年取りたくないんだけど。あ、金田さん、あれありがとう。なんだっけ、スノードーム、スノードームかわいい。青木地さん、雪ありがとう。来年の2月で方で暮らして早っ、マジで早い。あ、金田さん、なんだっけ、クリスマスのやつありがとう。青木地さん、ハートありがとう。踊ってるポイントツイート見た。えいさくさん、こんにちは。昨日おはようメール、そう、昨日おはようメールね、送ったの。今日も送ろうと思ってたんだけど、ちょっと眠くて送れなかった。くちゃんさん、まっちゅんさん、あ、書いた、まっちゅんさん、ありがとう、やっとね。ちょっとでかいな、書いた、ちゃんと。うわさ、なんかさ、あきんどさんの時にね、サイン書いてなくってさ、でもサインは書くものっていうのを後
から知っちゃって書きました。ありがとう、まっつーさん。ちょっと恥ずかしいので後でこっそり読んでください。ありがとう、ありがとう、大好きありがとう。遅くなっちゃった、ごめんね。だいちゃん、I love you、 ありがとう。あきさん、ハートありがとう。話し会の決済は4日月曜日までですよ。だってみんな。ふだむさん、ひさころさん、こんにちはね、なんかさ、やばい、なんか金ね、ちょっと前までね、風邪ひいてたの。そしたら風邪ひいてからさ、喉がおかしくてさ、ここになんかあるんだけどちょっとよくわかんないよね。かすみんさんと見に行けるかもしれん。よっ、待ってるね。モーニーハートありがとう。今日もごいです、ありがとう。 ST48 ちゃん、 ST48 ちゃんめっちゃ楽しかったんだけど。バラエティ大好き。どうだった？感想待ってるいい感想も悪い感想も受け入れます。赤佐川さん、こんにちは。ミイラーさん、こんにちは。最終日なんだ、アキンドさんのご星になっちゃってる。ピッカリさん、こんばんは。でも君が好きにはならないように。なんでよ。オーディションも決済も締め切りすぎると無駄になっちゃう。確かに。マッツーさん、なんだっけ、雪ありがとう。マツさん、I love you もありがとうもうやばい、なんかこう喉がおかしいちょっと待って、ちょっと喉がおかしいわ。席出て、赤住 ST48 3期生1周年おめでとう。確かに早いわ。ちょい待って、見えなかったちょっと待って、喉がおかしいの本当に。うん、ありがとう。まっつんさん見えるかな。ちょっと今日なんか近いんかな、スケッチブックでかい。ありがとう、ありがとう。まっつんさん大好きありがとうございます。さあ、ちょっと待って、本当にやばい喉が。ラドカルバルスさん、こんにちは。スノさん、お疲れ様です。お疲れ。かすみのサインかわいいよね。ありがとう。え、やった。でも本当はね、このね、このなんだけどさ、サインこれね、本当はね、変えたかったので、しかもね、本当はね、ここにね、本当のね、もともとのサインを教えてあげるね、サインをね、めっちゃ変えたかったので、マネージャーさんに聞いたら、あの、その変えたいってなった時がね、瀬戸内ツアーの時だったのね。で、瀬戸内ツアー終わったら変えてもいいよって言われてたんだけど、なんかマジで思い浮かばなくて、サインが。で、最初はね、本当はこれだったの。あ、ちょっとこれちょっとブサイクだ、書き直し。本当はね、初期サインは多分ね、わかんない、最初から持ってくれてる方とかはさ、サインをあれってなるかもしれないけど、実はね、ひっそりと書いてたんですよ。でもあんまわかんないよ。最初はこれだったんですよ、顔があるやつさ、本当はさ、顔があったのだけど、なんかだんだんキモく見えてきて、しかもこれうまくいかないとめっちゃブサイクに書かれるの。これとかさ、ちょっとさっきのもブサイクだけどさ、これとかもめっちゃブサイクにさ、うまくいかない、うまくいかないとさ、めっちゃブサイクになっちゃうから、しかも変えたくて、でもね、全然思い浮かばなくて、サインがで、どうしようどうしようどうしようってなった時になってて、で、ノアミンも変えたいって言っててね。でもさ、サインとか考えるのはまさに苦手だ。これもね、マジでね、時間かかった、考えるので。考えついた結果、でファーって書いてて、サインを、あ、なんか、なんだっけ、ユミニーさんのあれかな、ユミニーさんの卒コンの時に、なんかサインを書く、なんかやつがあったの、サインを書かないといけないやつがあったんだけど、その時にサッチ
とまあ席隣座ってて書いてて、でサイン変えたいよねって言いながら話してたら、その顔を書くのを忘れてたやつがあったの。そしたらサッチーが、え、それこっちの方がいいじゃんって言って、顔ない方がサッチーがねシンプルで好きって言ったから、確かにと思って顔なしにしました。それで今のサインです。でも本当はねもうガラッと変えたい。誰か考えてほしいサイン。サバさん、ああつさん、こんにちは。ふさみちゃんから劇場公演 LINE 部でレッスンもらえた。え、来てください、来てください。鈴鹿さんこんにちは。まさゆかさんこんにちは。さっき研究さんの推しメンからサイン誰も、あ、もらったことなんだっけ。なんか自分のね好きなやつ、ヒータンのサインめっちゃ好きなの。やっぱサッチーもシンプルいいんだけどね、ヒータンのサインめっちゃ好き。どんなんか忘れちゃったけど、でもなんかね王冠が書いてあった気がする。めっちゃいいなと思ってさ。でも霞ってむずいの。霞草でも書いてく。姫だってさもう姫やんとかくさ。でめっちゃいいし、なんかいいんだよね。でもカナウのも結構好き。カナウってさ天使じゃん。天使だけどそれがさちゃんと漢字でカナウになってるのがさすごいよね。ニコ生配信の感想、カナウ、姫奈ちゃん、かすみ、うーたん、知らん。違う、あれはちょっとさみーぽんの言い方があれだわ。あのね違う、可愛いからさおこぽんっていじっちゃうんですよ。でもみーぽんはそれが嫌みたいです。でもね可愛いとおこぽんって言っちゃう。かすみんとなおちゃんと一緒に走った配信気が気じゃなかった。あーそうだよ。ゆみちゃん初見です、ありがとう。最近研究生のかすみんこと岩崎かすみです、よろしくお願いします。えらべさん星じゃないや、なんだっけ、雪、ありがとう。ダイインカスコとか誰かと、かすみもうーたん、ゆうたんじゃないよ、違うよ、あれはおこぽんって言ってるだけです。みーぽんが怒ったらいつもおこぽんって言ってるだけです。浦部さんだるまありがとう。よし来年はもんもんさん追加で、みーたんねえかわいそう。いがらっぽい。え、なんかさ、なんかさ、なんだっけ、これさなんかもうマジでここになんか住んでるので、それをひーたん、ひーたんだっけ、誰かに言ったらなんかさあれって言われた。なんかなんだっけ、妖怪ウォッチのイガグリみたいな、なんかいるらしい。え、さ自分さなんだっけ、ゲームがねめっちゃ好きな人なので、兄ちゃんとか男兄弟だから、男兄弟の中で育ったからめっちゃゲーム好きだったのね。でだから妖怪ウォッチの DS、 もう DS 時代なんですよ、小さい頃は。小学校とかそれこそその DS でその妖怪ウォッチが出たぐらいの時で、元祖と本家みたいなのがあって、でそれを買ってもらって毎日やってた。でも宿題やってからじゃないと怒られるから、もうねその妖怪ウォッチが、妖怪ウォッチを手に入れてからはマジで宿題早くなった。終わらせるのが。龍角さんのダムがいい、え欲しいわ。もしかして喉に おじさん住んでるかもしれん、マジでやばい、もうおかしいもん。たっちゃんさんこんにちは、かすみのサイン可愛くていい感じ、ありがとう、嬉しい。でも変えたいから誰か考えて。やすさんこんにちは、おっちおっちよかった。としさんこんにちは、にねさんちらいらっしゃい、けんたくさんこんにちは、まっつんさんなんだっけ、あれありがとう、クリスマス。でもうクリスマスだよ、早くない、やばいやばいやばい。なんかねクリスマスさ、あのねなんだっけ忘れちゃった、やばい、最近記憶力が低下して言おうと思ったことをすぐ忘れちゃいます。チキのサインありがとう。そう、たくさん書くときがあるからサインは簡単な方がいいですね。丸とかにしようかな、もう一緒のこと。丸。こんにち
ちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。大ちゃん、はじめましてじゃないですね。咳してる。なんかもうおかしいよ。喉がね、喉になんか住んでる。イガグリグリみたいなやつ。タイムファイヤーさん、なんだっけ。雪、ありがとう。あのプリケツさんやばく、プリケツじゃないよ。ハートです。これハートなんだよ。でもね、思った。なんかツアー、徳島のツアーの時にみんなでサインを書くやつがあって、その時に思ったのが、3期はハートを書きがち、みんなハートつけてんの面白いと思って。多分ね、3期のさ、サインさ全部集めたらね、8割ぐらいハートがありそうだもん。本当にみんながハート書いててびっくりした。徳島名は多分全員ハートあった気がする。これはハートです。今乾いたけど、顔なしバージョンになったけど、これがハートで、でね、しかもね、これね、霞って書いてあるんだよ。気づいた？気づくか。ファイトさん、なちゃまこいちごちゃんさん、こんにちは。サイミルクさん、ミコさん、バーオーバーブさん、ヒートーシーさん、こんにちは。かすみかわいい、ありがとう。埼玉にかすみってスーパーある。え、なにそれ、行かなきゃじゃん、人生で一回。あ、リエチ、リエチのとこか、行かなきゃいけないわ。なんかさ、そういうとこに行って一個やりたいことがあるの。なんだっけ、店員さんに、そこのかすみっていうスーパーで店員さんに、私ってかすみって言うんですよ。しょうもな。めっちゃしょうもない。わっきーさん、こんにちは。かすみ、やさきかすみちゃんルームで流行った言葉はなんだ。え、なに、なんか流行ったの。知らない、知らない。アシトンさん、はじめまして。最近研究者のかすみこと宮崎かすみです。よろしくお願いします。大ちゃん、ペンライトありがとう。ダースさん、シマさん、こんにちは。あ、ダースンさんってカナウのファンだよね、たぶん、確か。ゴーさん、こんにちは。今日配信で流行語大賞が話題。え、何それ、何が流行ってんの今。今って何、最近さ、流行りについていけてない気がしてさ、やばい。一応まだ JK なんですけど。一応さ、まだ JK なのにさ、流行りについていけなくてさ、やばい。何が流行ってんの今。でも最近思ったの、なんだっけ、みんなあれ知ってる、妖精ちゃんみたいな、なんだっけ、野菜の妖精ちゃん、なんかね、ひーたんが言ってたの。ジェネレーションギャップ。ごめん、マジだよね。ひーたん自分で言うから。なんかヒータンがね、なんか言ってたんだけど全く分かんなくて、でサッチーも分かんないって言ってて、カナンも分かんないって言ってて、ジェネレーションギャップを感じたってヒータンが言ってた。面白くない？なんだっけ、忘れちゃった。野菜の妖精ちゃん、なんかウサギみたいなやつ、忘れちゃった。ゆうちゃんさん、シャーちゃんさん、こんにちは。私の流行語大賞は、もしこの世界から国境が切れたら、あ、花だれ、花だれ、花だれ、花、花だれ、かすみん、やっほー、オーガヨーレキマさん、わかんない。誰かさん、こんにちは。サンタにもスイッチ、サンタにもスイッチ頼んだ。誰かさん、誰もありがとう。かすこちゃん、こんばん、こんばんは。ひらのりさん、ゆういちさん、ゆういちさん、こんにちは。ゲームで土屋するかすみん、かわいい。なんだっけ、なんか言ったっけ。え、何、ゲームで土屋する、妖怪ウォッチのやつかな。え、でもね、最近流行りのスイカゲームがあるじゃないですか。で、何の時だっけな、いつかの時にユーナとひーちゃんとね、ひーちゃん家に集まってスイカゲームをやってたんですよ。その時はもうスイカ作れなくて、なんかメロンが1個できても、あともう1つスイカが
もうスイカにしたかったの、どうしても。一回だけ作れたことある、スクショした。でもさ、そのスイカゲームをやってた時にマジハマりすぎて、何時までやってたっけ、2時ぐらいまでやった気がする、ひーちゃんちでひーちゃんちでさ、3人で黙々とスイカゲームやるっていうね、面白い映画できてました。どんさんこんにちは、焼きまんじゅうさんこんにちは。胸がドキドキ、胸が苦しいがそうじゃない、濃いですね。それはサインの周りに点を書いて、うん、キャンディーさんこんにちは。リアルかすみちゃん見たらみやっちことだいちゃんが、うん、オッケー。春に望む、そう春に望むって書いてかすみって読む。でもかすみって読まれたことない、自分ね。めっちゃ読まれ方がね違うんです。春望って読まれたこともあるし、はるみ、はるみさんって呼ばれたこともあるし、はるのぞって呼ばれたこともあるし、なんて呼ばれたっけ、あと忘れちゃったけど、でもね一回もかすみって正確に呼ばれたことないかも藤うさぎさん声ありがとう。クレヨンしんちゃんのブルービー違いますソフトテニスさんこんにちは。岩崎内科通院始めました。あ、岩崎中央大福さん、いやいや、ほースイカゲーム流行った、スイカゲーム流行らなかった、めっちゃ流行った気がするんだけど。キョーニーさん、雪だるまありがとう。おっぱぴー、どういうこと。よしさんこんにちは、画像ねからピンクの衣装でポニテしてたやつでメール取りませんか、画像作った、ありがとう。皆さんメールも待ってますね。今日はまだ送ってないけど終わったら送ります、待ってるよ。いろいろ写真はつけてます。え、この前ねもつ鍋をね、たなんか臭い、なんか焦げ臭い髪の毛が、なんかさアイロンの温度がダメなのかわかんないけどさ、アイロンするとめっちゃ焦げ臭くなるんだけど、なんで。黒さん、みかにゃんさんこんにちは。菩薩藩和夫さんこんにちは。 P さんこんにちは。リエチナいつもにこんばんは。チャペさんこんばんは。あれとかカエル化現象とか流行ってたみたい。え、そうなの、わかんない。カエル化現象ってでも結構前な気がするけど、違うかな。タカさんこんにちは。その壁の壁の紙で岩崎県なんだ、ちょっと確認やだ。あら、初見初見、3期研究生のかすみこと矢崎かすみです、よろしくお願いします。チャラッペさん、バラとハートありがとう。かまちゃんさん、桃太郎さんこんばんは、はじめまして。ちょっとさ、自分はねコメント改革をしようと思った。タイムリーじゃなくしようかと思ってる。どう思う、どっち派。なんか前も言ったことあるんだけど、なんだっけ、前もさやったことある気がするんだけどさ、コメントをタイムリーで読むか全部読むか、どっちがいいですかコメント改革わかんないけど、それをね今考え中ですね。心拍さんこんばんは。スイカ作れました、スイカね1回しか作れなかった。クマネパパさん、雪ありがとう。八秀タイトさんこんばんは。桃鉄は本気でやると喧嘩に、え、桃鉄めっちゃ楽しかった、一回だけやった。でも桃鉄はおじいちゃん家でやったのね、でいとこたちとみんなでやってめっちゃ楽しかった記憶がある。え、しかもね途中までめっちゃ不運だ、不運最下位だったんですよ。でだけど最終的に1位だった気がする、やばくない。ゲーム運は強いです。ヨモテさん、クマネパパさん、スノードもありがとう。春望、そう春望って面白いよね渡辺さんこんばんは。スイカゲーム面白い、スイカゲーム面白いよね。でもあれはねやりすぎ注意だよ、だんだん腹立ってこない、あれできなくなると最初はねめっちゃ楽しいんだけどさ、
やってるうちにさできなさすぎて腹立ってくるの。ハルボーって言ったらラ・カスミって出てくる。あーハルボーでも出るのか。私はねシュンボーって言ってますね自分の名前。シュンボーって言っても出てきます。パワさんこんばんは。あの下の名前めちゃくちゃ嬉しい。大勢大あ大輝なんだ。大勢だと思ってた。かすみいい名前だよね。ありがとう。春日は春日って読みます。確かにもうそのままです。そのままでもないか。春日さんスイカゲームしよう。スイカゲームめっちゃ面白い。やってみて。マジでハマるよ。一回やったらもう沼ですねあれは。ドンさん雪ありがとう。てかさ昨日さ、昨日ユメニーさんの 卒業公演行った方いますか。めっちゃ行きたかった。めっちゃ行きたかってさ、行きたかったのにさ昨日レッスンでさ行けなかったんだけど。でもユイナ行ってたよね。めっちゃ羨ましい。行きたかった。めっちゃ行きたかった。もう行きたすぎてね、もうヒータなんかポロリしてたからね。昨日ねレッスンが8時、なんかいつもより早く終わったんですよレッスンがね。だからこのユミリンさんで、そのだから早く終わったからね、ちゃんとマネージャーさんにも聞いたんですよ。行っても今から行っちゃダメですかって。だけどまあこう人数、多分ユミリンさんのその卒業公演行きたい方もやっぱ多いじゃないですか、先輩とかでも。だから何、今日言われたのは全部断ってるからって言われて、で行けなくて、でみんな聞いてたのね。聞いたんとかかなとかも。だけどやっぱ行けなくて、でそのね動画で見てて、生放送なんて言ったらいい、その実況を見てて、もうヒータンポロリしてた。愛の名前も漢字じゃ、ヒロノリとは絶対読めんけ、親近感あり。ちょっとみんな、確かにみんなあれ、感想を聞かせていった方、ユミリンさんのめっちゃ行きたかったんだけど、しかもさ、ナナさんも来てたじゃん。もういちごがね、発狂してた。レッスン中ずっとね、あーナナちゃん、ナナちゃん、ナナちゃんって言ってた。ガチオタを見れましたね。みんな名前のぞみだと、のぞみは言われたことないかも。かすみなんかよ、こういう草って言わないで。ちょっと待って、コメントどこか分かんなくなっちゃったからここから読もう。ゆいなちゃん、そうゆいなは言ってたの。2人しか入れなかったの。そうなんだ、初めて知った。それはソラハさんと、にソラハさんいたの。待って、行きたかったんだけど、それはもっと行きたい、もう行きたいだったのが、行きたい、またやねん。もっと行きたかった。いいな、いいな、羨ましいんだけど、めっちゃ行きたかった。ちゃんとねユミリーさんのね最後もね見たんですよ。最後のラストショールーム配信。ランリーオートンさんこんばんは。でも倍率すごそう。まさかさん初見です。三金犠牲のかすみこと矢崎かすみです。よろしくお願いします。もうちょっとでクリスマスなのが私は信じられません。しかもさ、ショールームのさこの画面もさクリスマス仕様になっててさ、なんか感動を感じる。エイチンさん、クリミンさんこんばんは。ニージのやつは追加できやすかったですよ。そうなの、そんなんあるの。もうなんかもうめっちゃもうどっか行っちゃった。待って、なんかもうどっか行っちゃったよ。あ、一番上になっちゃった。もうなんかね難しいですね。これか。はなちゃん初見に、さっき聞きしたのかすみこと、やせかすみです。よろしくお願いします。いちごも行けなくて荒ぶってた。荒ぶってた、面白い。でもいちご言ったかな、あれナナさんと、わかんなく言っていいのかな、ダメかもしれないからやめよう。いちごはナナさんと嬉しいことがあったそうです。
そうポロリめっちゃねヒータンポロリしちゃってたよ。なあちゃんもマネージャーさんに行きたいって話したら無理だったって言って、ああやっぱ無理だ、まあ無理だよね。いいな行きたかった、めっちゃ初見ぴょん、あなたは初見じゃないです、イングリッシュマンさん。ゆみちゃんさんこんばんは。あれさっきもいなかったっけ、なあちゃん来たし、あれはみんなに行かせた、行きたかった、なんならもう出たかった会いたかったな。まさとしさん、あやちゃんさんこんばんは。感動とかってより STU の第一章が悪いんやなという気持ちが、ああもうだってねユミニンさんは偉大だからね。じゃあ私たちがああなれるように頑張ります。見届けてきて今日帰ってきました。いいな、どんなんだった、もうやっぱみんな泣いてた、会場みんなみんなお客さんさみんな泣いてさちなみに今日はスクショした、あそうなんかね、いやありま、あいいよ、なんかね自分ねさ最後のねショールーム、ユミニーさんのねショールーム配信を見てたの、したらユミニーさんがスクショタイムをねお願いされた時に、なんかそのスクショタイムは基本設けてないって言ってて、ちょっと真似しようかなとか思った全部ユミリンさんの真似しようかなとか、まあでもやります、ポーズをお願いします。でもでもね涙腺が崩壊しました。ナナさんとねやってたやつ、深みどりさんこんばんは、モーニャハートありがとう、ハート、ホタテイヤさんこんばんは、チャラッペさん雪ありがとう、ナポリンさんこんばんは、ヒロデも乗ってきました、お広島でしゃ、お疲れ様、ディスタンさんお疲れ様です、みんなはクリスマス暇だよねと言ってほしい、いいよ、いやじゃ絶対忙しいやんみんなクリスマスは、だって家族で過ごす方もいるんじゃないの、会社も方も学校の方もいるかもだけど、私はないでんな、えでもね思い出した、でもちょっとねクリスサッチーとヒータンとカナとクリスマスパーティーみたいなやつしようって話になって、ちょっと楽しみですね、もうそれがそれのために頑張ります、あと1ヶ月、今年ユミニーさんのショールームマークが継続だったのがちょっと少ない、あ聞いた、なんかあれ聞いたってか見てた、なんかフラッとショールームしてるかもしれないからって言ってたよね、おっしゃってた。夏みかんさんこんばんは、ナナさんと無料オンライン話し会、あそうそれそうテレビだよ、そう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 なんですよ、それはイチゴが、でもそれが見たかったんだけど、いちごたちはねどっか行っちゃった。みるみるさんこんばんは、ひじかたさんこんばんは、かずみんクリスマスライブ出てたから申し込んだよ、しかもせっとくとせっとくりし、おやったやったクリスマ、そう皆さんクリスマスコンサートも待ってるね、クリコンクリコンクリスマス、やばいもうクリスマスって早すぎる、クリスマスコンサートね、亀子席もあるのでぜひぜひ、かわいい軍団を違う、かわいいのを撮ってください。カイさんこんばんは、カイサンタ、サンタは来ない、もう私には来ないですね、お金、その代わりお金がもらえます、動いてないとき確かに気温ではなくありませんね、スクショタイム、暖房の音、暖房の音うるさいかもしれない、ユミリンはさんは一貫してスクショタイム、どうしよう自分もなくそうかなちょっと真似てみる、 TM さんこんばんは、気温はスクショタイムってないからね、好き勝手にスクショ、あそうなんだ、みんなスクショタイムないのかな、どうしよう自分だけあるとかだったら、シーヤケンさんこんばんは、イブ日曜日なんだ
タワーの旅にお礼に時間をかけて紙を書くのはユミニーさんがしてないみたいに、そこは真似していいと思う。あ、そうなの？どうしよう、迷っちゃう。森末軍団ないからね。てか面白いのがね、この前のね、さかなうとひーたんのさショールームをね見てたのね。めっちゃ森末軍団とゆで軍団の話してて面白かったんだけど、あのオーディション形式のやつね。森末軍団オーディション形式ので、井出軍団もやじゃあ作るわとか言ってて、でも確かに井出軍団弱そうなのがマジでおもろい。なんか井出軍団ってさ、名前からちょっと弱そう面白い。クリスマスコンサートカスミに、そう23日なんです、クリスマスイブ前日。クリスマスは好きな女に会いに行くけど忙しい。じゃあカスミンにも会いに来て。中年 Z さんこんばんは。ダブルグーポーズ、アドとカスミンポーズ、ネームポーズ、悲しみポーズでお願いします。え、ね、みんなスクショタイムやってるのかな。ちょっと待って、やってなかったら嫌だから一つだけでいいかな。ちょっとこれだけにしとく、ちょっと恥ずかしい。え、これさ、もし自分だけだったらどうしよう。スクショタイムとかやってるの、なんかこの前髪がおかしい、くるってなっちゃう。瀬戸レシート申し込んだの、すごい。タイムハイヤーさん、I love you、 ありがとう。グッズも出た。お母さん、ハートありがとう。なあ、ナーミョンもあるんだ。あゆみちゃんこんばんは。ユミニーさんの場合はタワーのお礼は追いつかない。確かに多すぎて、そうか、追いつかないからかもね。私はまだ全然追いつかないので、かすみ森末軍団入ってることにされてるよね。え、そう、なんかよくわかんないけど森末軍団って言われてる。自分ね、儚い女の子になりたいんですよ。今ね、儚い女の子になる方法を研究中。TikTok でね、めっちゃ調べてるの。TikTok でめっちゃ調べてて、履かなくなるにはどうしたらいいんかなって調べてて、そうしたらね、肌を白くするらしいです。肌を白くするのと、あとおとなしい女の子になるのと、なんだったっけ？わ、なんか調べたんだよね。忘れちゃった。でもそれがあった。ちょっと肌白くするのに頑張るね。弱そうな井出軍団、ちょっと井出軍団って弱そうだよね。でも七並べのお礼は順位書いてやってくれてる時、ああ。そういうことね。岩崎、清水、北沢、長谷川連合、ね、なんだよそれ。かすみんは軍団一等兵、絶対違うんだけど。僕はラッキョ隊って呼んでます。ラッキョ隊おもろい。入れ軍団じゃなくてラッキョ隊ね。リラッカムさんこんばんは。副将軍さんこんばんは。自分しかやってないなら個性でいいと思う。確かにそうかも。だからスクショタイムは私の個性にします。スクショタイムは何人かはしてる、名前のタグつけてポストしてねっていいと思う。確かにポストしてね、みんな。ただいま、少し俺の相方さんです。おかえり。僕はスクショしずつい真顔で見てました。まあいいよそれでも。幸子やリエジはリクエストすればやってくれるタイプ。ああ、やりそう。かすみん得意の萌え出る人、え、得意じゃないよヒータンの方が得意だよ。ちょっとヒータンにお願いしてみて。もう自分も萌え台詞禁止にしようかな。解禁してたけど、萌え台詞禁止にして、お話し会とかで言ってくれた人だけまあいいけど。全部コメント読むのがわしから見たら、それがすみちゃんでしょ。確かに
伊勢軍団は面白いけど森末軍団はなんかが違う。まあまあなんかわかるかもしれない。左利きの招き猫さんこんばんは。はかない女子かすみ違う、 そっちのはかないじゃない。はかない、はかない、ゆいたんはかないよ。ゆりかちゃんもはかない。なんかね、なんかなんかの時に思ったの、めっちゃはかないと思って、はかない女の子になりたい。なんかね、なんか守ってあげたくなるよね、はかないって。はかないってどうやったらなれるんだろう。はかない、福原遥ちゃんみたいな。福原遥さんもはかないね。え、でも誰だろう。でも女優さんとかで個人的にはかないのは、誰だろう。でも分かんない、はかないじゃないかも、はかないじゃないかもだけど、あの小松菜奈さんのなんか分かる、なんかさ、どこにも誰にも出せないようなさ雰囲気、個性、オーラみたいなのはめっちゃうら、なんかすごいいいな、いいな、すごいもうね感動する。ちくしょう、ひーちゃん配信始めてるし。ひーちゃん配信してんの珍しい、早い時間に。だからかなの軍団はらっきょって言われてたんか。いでらっきょからっきょ、そうそう言ってたかなが、そういでらっきょさんっていう芸人さんがいてらっきょって呼ばれてるんで、一回ねなんか太陽公演の時にねらっきょが入ってたお弁当があって、かなが、さらっきょ食べてたからね、それを写真に撮ってあげた、メールに。ケンボウズさんこんばんは。日頃から初めてしてあげれてない、ありがとう。ちょっとずつコメント読む。劇場公演で3期生誰よりもレスがかすみちゃんが一番上手、ありがとう。ね、違う、はかない、そっちじゃないよ。ちょっとマッツーさん、さっきからちょっと違うんよ。長所ポイントをこれからもたくさん磨いていきます。確かにかすみんははかないというより歯が飛ぶ系です。いや間違ってないけど、間違ってないけど、はかないになりたいですね。で矯正したい、早く矯正がしたい。ここの隙間がめっちゃ気になるんだよね。かすみんはだからそっちじゃないのよ。しげさんかわいい、ありがとう。寒くなってきたので福原遥さんのお友達紹介してもらってよき。ごめんなさい、無理です。ちょっともうねやばいよ、かわいい。ちょっと写真見せてあげたいぐらいだけど、わかんない、え、わかんない、いつかさあれかもよ、スカウトされてさ芸能界に入ってるかもしれない、その子も。てかね、あれだよ、自分の友達ね、マジ可愛い子が多いの。あ、そう、多いからみんな芸能界行ってもおかしくないぐらい。でもみんな頭がおかしい。ね、めっちゃ嬉しいことがね、冬休みにね12人でその仲良かった、1年生の時に仲良かった12人で遊べることになったんですよ。嬉しい、めっちゃ嬉しいから楽しみ。こんばんは、すこそばんこばんそ、何それ。浜辺美波ちゃんとか華奢な娘が儚い感じ、確かに確かに、わかるかも。なんか守ってあげたくなるよね、儚い女の子って。確かに、ゆいかちゃん、ゆうなもねめっちゃ儚いって思う。ゆうなも超儚いなーって。独自田監督さんこんばんは。かなえとらっきょのその写真どこかに公開した、公開した。メールに送っちゃった。でもちゃんとかなえに許可取ったよ。星から見たらかなえちゃんは水分なくしなきゃみしれない、メンヘラ女子。いやでもかなえはねあれだよ、泣いてるけどねちゃんと芯があるからね、頑張り屋さんですね、かなえは。すごいと思う。
なんか泣いてるけど弱くないからかな。は鼻配信で行ってみようかな多分。ドルオタのなんだザンちゃん、ザンちゃんって呼んでくれると嬉しい。オッケー、ザンちゃんね、ありがとう。 TH は藤井フミヤさんと言われたこと。藤井だから、え、岩崎って誰がいる、岩崎さん。え、じゃあ有村架純さんって呼んでもらってもいいですか。ちょっと叩かれるわ、めっちゃ叩かれそう。全然有村架純さんって呼んでもらって叩かれる。メンヘラ女の私なんて相手だよな、俺の推しって。メンヘラ、まあそれも個性です。推しメンはプロフ、うん、めっちゃいる。じゃあここにも岩崎かすみを追加しといてください。ケンキザキさんこんばんは。コンさんお疲れ様です。お疲れ様です。歯がない女子かすみ、じゃあ歯はないけど一本足りてないけどね、確かに。ひねらっきょさんも儚い系の芸人です。儚いが違うのよ。これ刃なのかな、刃はチャイムポイント、刃なのか分かんないの。こんな可愛いかすみより可愛い、え、マジで可愛い、本当に可愛い。スカウトされたことはね、まだ、え、分かんない、あるのかな、聞いたことないかも。あ、でもね、スカウトされた友達はいた。で、一時多分芸能事務所所属してたけど、多分1ヶ月も経たないうちに辞めてた気がする。あと、あの、なんだっけ、京好きってわかりますか。京好きのスカウトをされて、でもその子は彼氏がいるから、じゃあ別れたら出ますっていう契約で、その京好きの事務所みたいなとこに入った子はいる。よくわかんない。僕もおにょにの子をお願いします。無理です。かわいいよみんな。でもね、その子身長も高い。湘南のさらさん、しんさんこんばんは。芸能界デビューしたら応援しようかな。おい、浮気しようとするんじゃないよ。あたおかけんた山、うん。あれに和平さんこんばんは。はかない女子かすみ、部屋が散る。え、待って、部屋ねめっちゃ綺麗だよ、見る。マジで綺麗だよ。なぜなら自分ね、自分の部屋よりリビングにいることの方が多いんですよ。だから部屋ねめっちゃ綺麗だよ、マジで全然見せれる。マジで綺麗。しかも一応 A 型ですから。一応 A 型ですから。中はかすみちゃんは足がもんで、ありがとう。チューチューさん選び、ありがとう。てか皆さん今何時ですか。私はこの後ひーたんちにダンスを練習しに行くんです。わっけーさん、かわさんこんばんは。しゅうさんこんばんは。こなっちさん、だいだだいただぼっちさんこんばんは。 STU のかすみさん、有村かすみさん目指せないかも。あ、もうじゃあ有村かすみさんって呼んでください。ジュニーのニックネーム募集してましたよね、オーデンの時してたっけ。え、待って、覚えてないかも。でも決まったよ、ズートピアです。ズートピアっていうね、あれなんですよ。してたかも、覚えてない。ばんちゃんさんこんばんは。岩崎ひろみさんとか、あー、ジュッコさんこんばんは。岩崎さんといえばタッチの歌を歌って、岩崎さん、あ、知ってるかも。タッチタッチでしょ。塩中さん、雪ありがとう。かすみは有村というより梨村ね。え、やだ、なんか何梨村って。ハンナラさんこんばんは。やえばって板野友美さん系だね。あ、そうなんだ、
ねちゃん、ね、八重葉って板野友美圭さんだねってさ、圭人さん逆やん。もし口元だけ映してこれ誰でしょうのクイズでヒントになるからそのままでお願いしたい。じゃあ強制します。ヒントは与えたくないタイプです。かすみんはスカート、自分スカートされたことないですよ。スカートねされたことないの。パキバキバキさんこんばんは。天満さんこんばんは。別れたら出演する契約面白い。面白いよね。でもまだね出てないので、その子は別れてないのかもしれない。最近会ってないから分かんない。部屋みたい。いや見せれないけど、でもめっちゃ綺麗だよ。しかもね床が茶色いの嫌だ。自分もねヒータンと一緒、ヒータンと一緒で白いくしたいタイプだから、だからね白いカーペットを敷いてたの。だけど溶けた。だからねヒータンがさ、なんか大理石のさマットみたいなの買ってたじゃん。でヒータンがこの前ねもう売ろうかなって言ってたから、じゃあ買おうかなと思って。でねめっちゃ白くしたい。ペンキ塗ろうかな。サシピヨシさんこんばんは。とこちらみけ違います。かすみの部屋綺麗だよ。信じるか信じない。めっちゃ綺麗だよ本当に。めっちゃ綺麗マジで。多分ね3期の中で一番綺麗だと言っても過言ではない。もう半なんだ。どうしよう、そろそろ終わろうかな。コメントに追いついたら終わります。ハイプナンゴさんかわいい、ありがとう。ひーちゃん鍋作って、じゃあもらいに行こう。まあ A 型でも部屋散らかってることよくあるから、まあまあ確かに。部屋綺麗な履きすぎ女子かすみ、いや履きすぎでもない。A 型女子と B 型男子って相性って合うのかな。知らん、分かんないね。どこと何が合うのか分かんない。でも分かんないね。リオンさんこんばんは。じゃあ後で団長の家の年始年始の扉が開きっぱなし。どういうこと。かすみオーディション番組のプロデュース見てるよ。めっちゃ見てる。大好き日プネ。ね日プを見て絶賛で、ね、制服のマネキンにハマり中です。みんなマジでね可愛い子ばっかだよ。私のワンピックは阿部なごみちゃんです。2番目は相田凛ちゃんです。めっちゃ可愛いの。今日もかすみは左、今日は見えません。長ズボンタッチがサッチーに聞こえてしまった。確かに語呂は一緒。野球部のマネージャーにスカウトもされないです。野球わかんないもん。野球はわかんない。サッカーもわかんない。セブンさん雪ありがとう。ナンパはされたことある。ナンパはあるかも。でも誰でもあるんじゃない。ナンパはクリスマスライブ申し込みしてきた。やったありがとう。ヤットさんこんばんは。私は今回のシングルであるお話し会誰に申し込みしたか誰にも匂わせません。なんで。じゃあカスミンだと信じとくね。ピピンさん雪だるまありがとう。サイリウムカラーはねオレンジと黄色です。皆さんぜひオレンジと黄色を振ってください。私が滑ってでも1月22日のリアルお話会社見会誰に申し込んでしたか誰にも言いません。なんで。白のカーペットは大変汚れが目立つから。確かにだからどけました。お好み焼きリベンジ配信したいんだよね。お好み焼きリベンジ配信もでもさ片付けがめんどくさくてさやろうと思えないんですよね。大型なので電子レンジ開けたら閉めないそうです。そうなんだ。ああ待って自分も閉めないかも。
自分も閉めないかも。母あれ吐きすぎない女子かすみってことでした。絶対違うんだけど。大ちゃん黄色ペンだったありがとう。お姉さん今暇、今は暇じゃないですね。くにちゃんこんばんは。松也さんペンライトありがとう。和平さんペンライトありがとう。黄色い黄色。マタロウさんこんばんは。コメントに追いついたってことで終わろうかな。壇上やめます。そろそろ冷蔵庫はさすがに閉める。スケモンさんバラありがとう。でもねうちの冷蔵庫閉まってなかったらピーピーなるんですよ。一回ね閉め忘れちゃってママに怒られた。そっからは閉めてますちゃんと。で壇上を読みます。10歳の方ゴーさんありがとうございます。12人の方小中さんありがとうございます。11人の方中中さんありがとうございます。10人の方大ちゃんさんありがとうございます。9人の方浦部さんありがとうございます。8人の方青木さんありがとうございます。7位の方タイムファイヤーさんありがとうございます。6位の方モモニャンありがとうございます。5位の方チャラッペさんありがとうございます。4位の方ドンさんありがとうございます。3位の方クマネパパさんありがとうございます。2位の方マッツンさんありがとうございます。そして1位の方はルル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 アキンドさんありがとうございます。ありがとう。そうこの前さヒータのねあれ見てた時に配信見てた時に多分さアキンドさんがヒータのとこにいたんだよね。でヒータがずっとさ商人さん商人さんって言っててさアキンドさんだよって思いながら見てた。ってことで終わります。みんな今日もお疲れ。またね儚い女子を目指してるか儚い女子も頑張ります。ではではまたね。ありがとう。